ホレーショ・ネルソン・デイは19世紀のイギリスの外交官である。太平天国の乱の時代に、清でイギリス領事や清の会館総税務士を務め、後に日本にお雇い外国人として赴任している。ホレーショ・ネルソン・デイは1832年1月23日にロンドン郊外のフォレストヒルで生まれた。父は自然主義者で宣教師のジョージ・トラデス・カントレーである。1943年より清でイギリス領事を務めていた父を追って、ホレーショも清へ行こうとしたが、その機会を得る前の1845年に父はアモイで病気により亡くなった。1847年、デイは清に派遣され、ドイツの言語学者で宣教師のカール・ユズラフの下で中国語を学んだ。中国語に堪能になったデイは、すぐにイギリス領事に昇進し、1854年には上海の臨時副領事に任命された。同年、デイは、清の会館の設立に参加し、翌年には、初代総税務士に就任した。清では、李安四国という中国風の名前を名乗ったが、これは、父が名乗った李太四角に似せたものである。アロー戦争中、デイは、エルギン伯の通訳を務め、天津条約の交渉にも参加した。デイは、実際の条約の策定を担当したわけではないが、清側に非常に不利な条件であったにもかかわらず、清の代表団を脅して条約に署名させることに貢献した。特に、清の代表者である、紀英がイギリスに敵意を持っていることを明らかにする文書を公開して、紀英に屈辱を与えた。恥をかかされた、紀英は同年に自殺した。レイ・オズボーン艦隊同知帝が定めた。清の旗令がデザインした軍艦機太平天国の乱の間、清国政府は1853年に反乱軍に占領された南京の支配権を取り戻すことを望んでいたが、そのために必要となる長江を下って軍隊を輸送するための船と、その護衛のための砲撃を行う船が不足していた。清国政府はイギリスに援助を求め、イギリスは清で安全に商業を行うために、清を援助することに同意した。南京から正徳に逃げた皆豊帝は、1861年7月にイギリス大使のフレデリック・ブルースが提示した、イギリスから砲艦を購入するという提案に同意した。会館総税務士の通訳ロバート・ハートは、この提案を作成した功績を称えられた。総理各国事務衙門を率いていた駅券は、デイを新しい艦隊の監察官に任命した。デイは、駅券の書面による指示で1862年3月14日にイギリスに向けて出発した。女王ビクトリアは1862年9月2日にこの提案に同意し、船の装備と乗組員の雇用を許可した。デイは、シェラード・オズボーン大尉を艦隊の指揮官に任命した。艦隊が、国際的に認められた軍艦旗を掲げていれば、捕虜になったり投獄されたりする危険を減らすことができるが、イギリスの海軍本部は、清の軍艦旗を国際的に認めてもらうには、清国の明確な同意がなければならないと判断した。同知帝は、攻撃を加えようとする清流が描かれた黄色い三角形の旗を清の旗とすると法で定めていたが、駅券がデイへの指示書でこのことを言及していなかったため、デイは自分でデザインした旗を軍艦旗として掲げた。1863年2月13日、レイ・オズボーン艦隊は7隻の蒸気巡洋艦と補給艦を率いてイギリスを出港し、1863年9月に清に到着した。清からの命令は皇帝から直接レイを経由して受ける契約だったが、清の将校はオズボーンに直接命令しようとし、オズボーンはこれを拒否した。清国政府がオズボーンの特権を認めなかったため、オズボーンは激怒して、同年11月に艦隊を解散させ、船をイギリスに送り返した。デイは同年、清国政府によって解雇され、ロバート・ハートが後任の総税務士となった。1864年、デイは外交官を辞めてイギリスに戻り、金融業に従事した。1869年12月、デイは日本の明治政府に外国人顧問として招聘され、日本初の鉄道と電信線の建設に必要な100万ポンドの資金調達を行った。これは日本政府が初めて発行した対外債券だった。この際、個人投資家から資金を調達するものと日本政府は考えていたが、例はロンドン証券取引所で日本国債を売り、利ざやが自分の個人口座に入金されるように手配した。この不正行為が発覚すると、日本政府は例の契約を取り消し、その代わりにオリエンタルバンクと契約した。上海共同租界の江広区楊樹裏区には、例の名を冠した例通りがあった。1949年に中国共産党が上海を征服した後、この道は蘭州路に改称された。ありがとうございます。